マーティーン・アトキンソンは、イングランド・ウェスト・ヨークシャー出身のプレミアリーグ及び、フィファのサッカー審判員。ウェスト・ヨークシャーのブラッドフォード生まれではあるが、現在はリーズ近郊を拠点し、ウェスト・ライディング・カウンティ・フットボール・アソシエーションに所属している。アトキンソンの審判経験は16歳の頃からの審判を行い、ローカルチームの出身から始まった。 1998年にフットボールリーグの副審に昇格し、2000年にはセレクトグループレフェリーの副審に昇格した。2002年12月からはフットボールカンファレンスの試合において主審を務めた。2005年にセレクトグループレフェリーに昇格し、プレミアリーグで主審を、2006年からはフィファの国際主審も務めるようになった。 2015年5月の UEFA ヨーロッパリーグの決勝の主審に任命された。アンドレ・マリナーが選出された。2015年2月21日に行われた、プレミアリーグのチェルシー FC 対バーンリー FC において、バーンリーのアシュリー・バーンズが、チェルシーのブラニスラブ・イバノビッチ及びネマニア・マティッチに、見舞ったタックルに対して、アトキンソンはカードを出さなかった。 このタックルはとても危険なものだったとして、ジョゼモーリーニョ監督が判定及び、タックルを激しく批判した。その主張中において、バーアンリーの重要なファールが4回は見逃されたと、されている。なお、報復行為に出たマティッチに対しては、レッドカードを提示した。2015年3月のプレミアリーグ第30節、リバプール FC 対、マンチェスターユナイテッド FC 戦において、 ユナイテッドのアンデル・エレーラのタックルを受けたスティーブン・ジェラードがエレーラの足を踏みつけた行為に対して一発でのレッドカードを出した。ジェラードはその試合の後半からアダム・ララーナに代わって出場した直後だった。なおリバプールサイドからこの判定に対して抗議はなくジェラード自身も受け入れるしかない皆に謝りたいと謝罪を表明した。 2015年5月の UEFA ヨーロッパリーグの決勝の主審を任されることは大変な名誉であると語った全コンペティションの統計を用いています。2002-03以前のデータはありません。ありがとうございます。